皆さん、こんにちは。教室集客コンサルタント、高橋孝子です。本日の教室の先生のお悩み解決のテーマは、えー、毎月の集客とレシピ決定の時期、どうやって決めたらいいでしょう というお話をさせていただきます。えっ、ー、とこれはですね、おそらく人によって違う部分はあると思います。えー、私の時にどうだったかっていうことを参考に、えー、そういう考え方をするんだっていうのが伝わればいいかなと思ってお話をしたいと思います。えー、まずですね、集客ということを考えると、現代ですね、皆さん、私も含めてなんですけど、お忙しいのです。だから例えば、あ7月に 募集をかけたいと思ったら2ヶ月前には日程を発表していたいというふうに思います7月なら5月には7月の分は発表してたいですこれが教室であろうと違う業種であろうとだいたい2ヶ月できたら3ヶ月前が理想です発表したい日程をで、皆さんの日程をね確保したいんですまずそこにやるということでということはそこに発表するということは ウェブサイトなしは告知文章ですねそれが作れるようにレシピの試作終わってないとダメですよね。ということは、まあ、じゃあ仮に2か月としましょう2か月だった場合にさらに1か月前ぐらいの間にはレシピ試作が終わっておりかつそれがまあレシピとしてちゃんと成り立っていてかつウェブサイトに載ってるとかチラシができてるとかそういう状態にしとかないといけないので。 まあ私は <coughs> バサバサやってるような時とか2週間前とかで一日でレシピ決めちゃう要はあのな何パターンかでですすねね <laughs> 同時に作っちゃうんです、ね、あの先に私はオリジナルでいつも頭で決めてデザイン書いてからレシピの配合を決めてそれで試作に入る方なのでこういう形を作りたいって言ったらそれに合わせた味と配合生地の硬さとかは決めてレシピを作っていたタイプ。 だから、えー、それを同時に作りますこれとこれがもしかしたら幅が違うかもとかいう想定する味例えばバターの量を変えるのか砂糖の量を変えるとかねあのバターが入るような時はですよあとはその粉の配合全粒粉と,んと通常の粉ですね普通の強力粉の配合を変えるとかっていうのを これぐらいの味の幅でどうかなっていうのを想定しておいて、四つを同時に回して最終的に味を決定するっていうやり方で一日で終わらせるっていうことをしたこともあります。えー、なぜならばパンは発酵時間が長いからです。三、えー、時間とかねかかりますから、それであ味がいまいちだったなって言ってからもう一回作るとまあ半日潰れてしまうので、私にとっては時間が えなくなることが一番効率が良くない形になっちゃうので生地無駄になりますあのおそらくただ食べられないほどひどいほどの味にはなるような幅ではやらないのでまあいつももらってくださる近所の方にですねお配りして試作をね同時に四パターンか五パターン作っちゃいますだから発酵菌全部入れて A パターン B パターン C パターンとか そんんなな感じででやっていく作り方をすするわけなんですよだからあの効率を考えるとそういう作り方になったら1日でレシピは確定しますね、はい、なのでどういうふうに作っていくかにもよりますけどおおよそ3ヶ月前には決定してる決定するっていうことはトレンドを3ヶ月ぐらいは先取りして材料も手に入れてそして写真も撮っていくっていう感じになるので。 だいいた早早回し早回ししな感じですよねもっと言うとシュトーレンとかそういうものとかを12月とかにやるレッスンを8月とか9月にやったりするので試作をですよバターも手に入れといてでないとその遅くなっちゃうとバターも手に入れ,れまあ今は入るんでしょうかね入らなかった時期とかもありましたけれどもあそんな感じでやるので暑いのにシュトーレンとかね。 すごくね気分盛り上がらないですよ実際 <laughs> だけどまあとはだから季節のねお料理とか辛いですよね旬なものを手に入れて本来はやらなくちゃいけないからうーんこれ人によってね考え方違うと思うお花の先生とかももしかしたら同じような考え方ありなのかもしれないですけど1年前の同じ時期に来年のものをやっとくみたいなただな花材とか。 うんその飾り方とかね流行りすたりがあるから難しいところですけどねまあ半年ぐらい前だったらどうにかなるのかな逆の季節になっちゃうけど写真を撮っておいてまあ、コースメニューとかでずっと使えるようなタイプのものはあの1年前とかでもいいかなと思います。なのであののででああ結論から言うとですねあのレシピ を作るのは集客の1ヶ月前ぐらいにはもうできているような形がありそうかなと思っていて2ヶ月前に集客したかったら3ヶ月前にくらいにレシピできているみたいなスケジュール感だといいんじゃないかなというのが私の見解ですご参考にしてくださいそれでは